リーダー電子の長尾です。第2四半期決算のですね、ポイントの、ご説明の方いたします。はい、まず第2四半期の、数字ですが、売上高22億4100万円、それから営業利益1億1700万円ということで、まあ、あの昨年との比較でいきますと、まあ、売上が3割アップ、それから、まあ、利益の方は黒手ということでですね、少し業績の方の回復の方を進めております。はい、で足元ですね、あの円安の、まあ、関係もありまして、為替差益が出ております。それで、経常利益のところで2億1600万円、こういった数字に、なっております。で今期の、通期の状況でございますが、今回、まあ、警備ではありますが、情報修正の方を、出しております。もともとの、当初の計画でおりますと、売上42億5000万円、営業利益2億2000万円、それから当期純利益1億2000万円という数字で出しておりました。まあ、売上と営業利益のところに関して申し上げますと、まだまだちょっとあの下期に向けてですね、不透明な要素があります。特に、まあ、今あの業績を牽引している北米におきましてですね、まあ、市場の、不透明性、まあ、あのマクロの悪化の、傾向とかもまだ見えるところがありますので、ここは保守的にですね、ステイとさせていただいております。ただ一方でまず為替の部分につきまして、経常の部分でですね、為替予約に関して、を通じてですね、利益が確定しているという部分がありまして、経常利益、それから当期純利益について、情報修正を、している次第でございます。あともう一点ですね、最後に、配当のところですね、今回、当初の、10円配当に加えてですね、まあ、70周年ということで記念配当の5円の、追加の配当を、決めました。まあ、これで、まあ、15円ということで、さらに、株主の皆様への還元を進めてまいりたいというふうに考えております。はい、以上でございます。ありがとうございました。